ロシアと日本の演劇を語りました。11日のニューズオープエドに、東京の V ブレパートリーシアター芸術監督のレオニード・アニシモフさんが出演しました。アニシモフさんはロシア演劇の状況について、ロシアには劇場がたくさんあり、演劇祭も頻繁に開かれる。ソビエト時代から劇場や演劇を支援する文化が残されており、 プーチン政権となってからも劇場は2倍に増えている、と語りました。ロシアの演出家コンスタンチン・スタニスラフスキーの考案した演劇理論、スタニスラフスキーシステムの研究者でもあるアニシモフさんは、彼の演劇理論の基本は、人間の意識を成長させるための基本訓練にある。実はこの理論はゼアミの演技哲学に大変近い。 私はスタニスラフスキーとゼアミ、この東西二つの演劇理論を融合させたいと考えている。これが実現すれば、日本の演劇は世界でも最先端のものとなるだろう、と語りました。